こんにちは、レイセンです。今日は8月27日金曜日になります。実験生活1230日目、不老不死週2絶食39日目と代替パンとベリーとドリンクで生活実験10日目です。天気は晴れ、現在時刻は午前11時半ですね。で、今日は21絶食法の2日目の日なんで、まあ、食べる日ですね。昨日買った厚揚げとブルーベリー、あと1階にあった焼き芋、まあ、普通の焼き芋ですね、黄金金時ほど美味しくはないけど、今それを1時間でね、220度1時間で焼いてるとこなんで、まあ、焼き上がったら食べようかなと思ってます。で、足りなかったらちょっと買い出し行ってくる予定です。まあ、そんだけですね。そしたら始めていきます。今日の1杯目入れていきます。これ初代目10時間半発酵のタイプ、これを 100ml、 あ、これ後にしようか。まず有機豆乳ですね。有機豆乳を200、でグリーンスムージーを200、液体先入れた方が分かりやすいんでね、ラインができるんで。で、ヨーグルトを 100ml、 まあ、こんなもんか。こんなとこですね。で、ターメリックを 2g、 で、ブラックペッパーを 1g、 あと水、長良の名水を300、今日はなんかバイオリズム悪い日だな。なんかいろいろあるな。あと、まあ、最近全然取ってないけど、大根の酢漬けですね。まあ、取るかもしれない。と、五目生揚げ。これはまあ今から取っていきます。取れたっけかな、うん、あと、あ、あとブルーベリー。二袋買って、一袋はまあそのまま食べようと思うんで、うん、後で食べていきます。したら、取っていきます。例えば水にシークワーサー入れてなかったな。ですね。昨日買ったシークワーサー。これを、まあ適当に。ああ、適当、ちょっとあれか。まあ使わないんでね、もうシークワーサーは。常備にはしないんで。まあ適当にいいんだけど。うん、これで 9g だな。まあ。10g ぐらいってとこで、うん、これで 10g ですね。うん、あ、美味しい。いいな、 10g いいな。うん、今後 10g ぐらいをめどに、もう毎回測らないけどね、めんどくさいんで。うん、したら五目生揚げを八方だしとシークワーサーで、これでね、これ取っていきます。そういや、この中シークワーサー入れてなかった。まあこれも適当に、一応8g ぐらい魂がいいっていう。
うん、まあ大体でね、そしたら取ってきます。これ今作ったとこです。220度で60分ですね。1時間、小2本、まあ、こんな感じ。すごい柔らかいね。熱い味で、これはあの金時じゃなくって普通のタイプですね。熱い、うん、柔らかい。まあ甘くするには温度を下げた方がいいみたいだけど、そしたらこれ取ってきます。これぶどう、まあ1階の冷蔵庫にあった、まあ、食べてみいいってことなんで、まあ一房ぐらいじゃないかなと思うけど、そしたら取ってきます。次入れていきます。長良の名水を300。あんまり飲んでると、手かさついてくるね。あ、違うか。これあれかな。今のブドウかな。なんかブドウ食べたら急に手がかさつき始めたっていうか。ブドウあかんな。老化するなあれ。でシカサを少し。10g ぐらい、したら取っていきます。今パン焼けたんでちょっと形おかしいけどこんな感じ、こんな感じですね。なんか大体はいい感じにできるんだけどな、時々なんかこういう風になるね、飛び出すっていうのかな。で蜂蜜ですね、ひまわり蜂蜜で取ってきます。次入れていきます。長良の名水を300。なんかね今日のパンめっちゃうまかった。なんだろうね、作り方一緒なんだけど、なんかすごいスポンジな感じでうまかった、全然見当つかんのだけど、いつもで一緒なんだよね作り方は。たまたまかな。でシーカーサーを少し、したら取ってきます。水入れていきます。長良の名水を300。もうパン食べたとこなんでね、固形物はもうお腹いっぱいだね。水だけ欲しい。シークワーサーを少し、したら取ってきます。水入れていきます。長良の名水を300。今シャワー浴びたとこですね、やっぱりシャワー浴びるとベトついた体がさっぱりするんでいいですね。シーカーサーもう少し、なかなか減ってかんないシーカーサー、したら取ってきます。水入れていきます。長良の名水を300。なんか最近水飲みすぎなんだよな、絶食の日は飲まないけどそれ以外の日がやっぱ固形物が多いんだろうな。シーカーサー適当、したら取ってきます。
次入れていきます。奈良の名水を300。今シャワー浴びて神棚やったとこですね。今日5時頃起きたんだけどな、なんかね全然寝られなくってね、で再度寝ちゃったんでジョギング行けてないですね。1週間ぐらい行ってないんだけど、でシークワーサーを少し、まあ、今日10時計測ですね。これ飲むもんで、まあ、0.3 キロぐらいは増えちゃうかなと思うけど、そしたら取っていきます。今10時ですね。そしたら計測入っていきます。ウエスト測っていきます。正面、側面、背中、73.5 ですね。血圧109-80です。今日の結果報告です。今日は天気晴れ、睡眠時間9時間半ほどとっています。午後2時から3時までの1時間と午後6時半から7時半までの1時間と翌日深夜0時半から8時までの7時間半合わせて9時間半です。まあね、もうちょっと早めに布団には入ったんだけどね、全然寝られなくてね、まあそろそろ寝れそうかなって時に時計見たら、まあ0時半だったもんで、まあここからつけてるけど、そっからもね、なかなか寝られなかったんだけどね。また編集作業中に確認します。ジョギングは今日もなしですね。これで5日間連続走ってないですね。で、ウエイトトレーニングもなしです。で、日中の室内温度午前11時10分頃計測で34度。湿度は 43% でした。飲んだもの、ヨーグルト、自家製のカスピ海豆乳ヨーグルト、今日は初代10時間半発酵のタイプで 100ml 取っています。有機豆乳は200、グリーンスムージーも200、水は長良の名水で 2100ml です。合計が 2600ml、 水2100のため実質は 500ml になります。水が多いね、水の消費が激しい。これプラス固形物、今日は五目生揚げ1枚、焼き芋小2本、ブルーベリー 350g、ぶどう1房、で、自家製の三菌酵素パンを1斤です。まあ、ぶどう1房は適当ですね。実際に1房かどうかちょっとわかんない。で、焼き芋は、黄金金時じゃなくて、なんだろう、普通の品種っていうのかな。で、漢方はなし、香辛料等が、ターメリック 2g、ブラックペッパー 1g、シークワーサーを適当ってとこですね。シークワーサーは水に結構入れてるんでね、まあそこそこ使ってるんじゃないかなと思います。常設甘味料は蜂蜜ブルーベリーを少しですね。まあ味見程度にちょっと取ってます。一応今日は蜂蜜ブルーベリー、まあ、仕込んだもんで、で、やっぱり、蜂蜜と水とあとレモン果汁ですねを先に混ぜ合わせて溶かし込んでからね、ちゃんと混ぜて溶かし込んでからブルーベリーを入れるっていうやり方ですね。まあ、今回はそういう風にやったんだけど、まあその方がまあスマートだな。ただ味はね、やっぱブルーベリーを潰しちゃった方がブルーベリーのエキスがいっぱい出るもんで、その方がね、味が美味しい。だからね、ブルーベリーを潰さないと、蜂蜜だけの味が強いもんで、
まあちょっといまいちかな。まあ悪くないけどね。悪くないけど、なんか味が蜂蜜っぽいってすごくなんか、普通じゃんな。普通すぎてな。なんか物足りないって感じだったんで。なんで、まあブルーベリー潰すと見た目に悪くなるけど、味は良くなるっていうね。難しいとこですね。尿回数3回出てて、濃さ薄め平均的な濃さ、量は平均的な量でした。大便今日1回出てます。午後1時半頃、色くすんだ褐色、太バナナ状30センチ、平均的な硬さで匂いは少しありってところです。まあ、くすんだ褐色ってかな、褐色と、あと、まあ、カニ味噌色ですね。カニ味噌色がなんかちょっと混ざった感じっていうのかな。なんか色合いがね、褐色っていうほど褐色っぽくもないし、カニ味噌っていうほどカニ味噌っぽくもない。まあ両方なんか混ざり込んだような感じっていうのかな。まあほんだもんでくすんだ褐色っていう。まあそういう言い方にしています。で、おならはたまにありで匂いはなし。今日の計測時刻は午前10時頃です。昨日と同じ時間に測ってます。体重 64.35kg。昨日に比べて 0.3kg の増加です。なんで、まあ、若干増えてるけど、0.3 キロってラストの、ね、水だわな。水300。まあ、あれの重量だもんで。だから実際には今日はまあ体重は増えてないって見方でいいんじゃないかなと思うけどね。あの水飲まなかったら体重はトントンだったってとこですね。BMI 20.3 でプラス 0.1。体脂肪率は 15.3% で変化なしです。なんで、まあ今日は体重体脂肪率ともに、まあ変わってないよっていう見方でいいと思います。血圧109-80、最高血圧-7、最低血圧+4なんで、まあ血圧ちょっと下がってますね。まあ大体最高血圧の方で見るんで、最低血圧はあんま気にしなくてもいいんじゃないかなって思うけど。脈拍72で+2、ウエスト 73.5 センチで5ミリの増加です。まあ、このウエスト5ミリ増加もラストのね、水300だね。あれで少し大きくなってる分だと思うから、まあ、ウエストも変わってないって見方でいいと思うけどな。で、今日の気づき。まず、今日はね、焼き芋に関しては、やっぱね、あんま美味しくなかったね。だから普通の品種はあんま美味しくないんだな。なんかバサバサボソボソしてて甘みも少ないですね。で、さつまいもらしい味わいっていうのが薄いっていうのかな。なんかちょっとじゃがいも寄りなんだわ、味いまいちだったけど、まあでも、満足感はあるもんで、焼き芋、まあ普通のね、体に悪いお菓子買うぐらいだったら焼き芋、さつまいも買ってね、焼き芋作った方がいいんじゃないかなとは思っています。あとブドウだね。ブドウって買うとめちゃ高いんだけどめちゃ高いんだけどね、まあ、今日取った感じなんかね、かさつきが出てきたもんで手に、体には悪いなとは思った。やっぱ取らない方がいいんじゃないかなってとこですね。ブドウは美味しいけどね。長男とちえさんもブドウ食べたら血を吐いたって言ってたから、だからやっぱブドウ体に悪いかもしれんなってとこです。まあ前にもブドウ食べてるよね、なんか調子悪かったよね。で、今日パンがなんか異様に出来が良くってさ、びっくりした。なんか、なんだろうね、すごくなんか膨らみ具合がいいっていうのかな、もちっとしてて、で、それでいて、スポンジケーキ。スポンジケーキみたいっていうのかな。なんかすごいふわふわっとしてたんだよ、生地が。もちっとしてふわふわっとしてるっていうのかな。柔らかくってね。惜しかったんだわ。何これと思った。なんかいつもとちょっと違うんだよ。味が違うし、感じも違うっていうのかな。食感も違う。で、多分ね、ヨーグルトの量だと思う、今日ちょっとヨーグルトの量を少し多めに入れちゃってたような気がするんでね、スプーン大さじ2.5杯ぐらいかな、入れちゃってたと思うんで、ヨーグルトちょっと多めに入れると美味しくなる、美味しくなるね。なんかふわふわっとした感じになるっていうかな。
なんで、まあちょっと今後ね、今後ヨーグルト多めに入れてみようかなと思ってます。うん、美味しいわ、うん。ただなんかちょっと飛び出しちゃってたけどね。うん、かき混ぜてる時に上になんか飛び出てくるみたいな。まあいつも100均で買ったやつをちょっと折り曲げてね。で、蓋状にして押さえつけてるもんで。なんで外に飛び出すってことはないんだけど、パンケースの外に飛び出すっていうね。ことはないんだけど、蓋がなかったら今日は完全にパンケースの外に生地がね、もう飛び出しちゃって焦げちゃってたな、あれな。うん、なんかね、時々あるんだよね。うん、パンケースの外に飛び出すっていうケースがね。だからそれだけ、その、なんていうか、粘り気が強いっていうのかな。うん、だと思うんだけどさ。でも美味しかったんだ、今日は。うん、今まで作ったパンの中では一番じゃないかな、今日のパンの出来。うん、マジでうまかった。うん、まあそんな感じです、うん。ヨーグルトちょっと多めに入れるっていうね、うん。そうすると味が美味しくなる。まあ好みあると思うけどな。もちっとしたパンがいいんだったらヨーグルトとか、あと、まあ水分ですね、うん。リンゴジュースとかをちょっと多めに入れるっていうね。10ミリでもね、ちょっと多く入れるともう全然違うんでね。はあ、出来が全然違うんだ。すごいもちっとするんだよ。まあそこ試行錯誤っていうか、まあ好みでね、やってったらいいと思うんだけど。うん、まああのパンを作る人ってあんまいないと思うけどな。相当変わったパンだからな。まあ、大抵は普通のパン作るよね。私みたいにあんな三菌でね、作ったりはしない。麹エキスとヨーグルトの乳酸菌でね、うん。それで膨らませるなんてことをやってる人は私ぐらいなもんだと思うけど。うん、まあ作ってみたい人はね、ヨーグルトちょっと多めに入れると美味しいのができるっていう。まあ、そんな感じです。でもね、あのパン食べてると、ほんと普通のね、パンはね、食べる気しなくなるんだわ。不思議なもんでね。パン屋さんのパンとかあんま欲しいと思わないんだよね、うん、不思議とね、うん、あんま食べたいと思わんのだよ。実際に食べてるわけじゃないんだけどな、うん、市販のパンとかも食べてるわけじゃないんだけど、なんかね、見てもね、食べたいと思わんのだよ、うん、スーパーとかでもパン屋さんがね併設されてたりするけど、見てもね別に食べたいと思わんし、うん、あとまあ近所にもね、ちゃんとしたあのパン屋さんっていうのかな、ベーカリーショップもあるし、卵や牛乳とか使ってないパンを作ってるパン屋さんもあるんだけどね、あとおそらく小麦粉もそれなりのものは使ってると思うんだけど、あんま食べたいと思うのだよね。それにスペルト小麦を使ってるパン屋さんはおそらくないと思うから。スペルト小麦の全粒粉だね、を半分ね入れてるんだけど今、うん、そのレベルのパン屋さんはまずないと思うから。絶対使ってないと思う。スペルト小麦の全粒粉を使ってるパン屋さんなんてないと思うから、まあ探せばあるかもしれんけど全国にはね、うん、まあこの辺には少なくともないと思うんで、相当レアだと思うから、そうやって考えると、まあ、自分で作ってるあのパンってめちゃめちゃいいんだよね。めちゃめちゃいいんだわ。で、シークワーサーなんだけどね、シークワーサー入れた水はね、なんか飲みやすいんだよね。やっぱりジュースみたいでさ。飲みやすくて、もうなんか慣れてきたね。あんまっていうか全然お腹が痛くなるようなことはないですね。もう慣れてきた。まあ、使えるっちゃ使えるけど、でもシークワーサー入れたからといってなんか体の調子がいいみたいなこともないですね。で今日朝起きたんだけど、朝起きて顔見たらね、顔ひどかったね今日は、うん、今までで一番ひどかったんじゃないかな、うん、今朝の顔ねすっごいひどかった。もうなんかね、ええー、って感じだったよ。でね、理由としてね、可能性が2つある。で一番可能性が高いのはこれ、入浴剤、湯の素、うん、これね、湯の素、うん、これをね、今日はあの湯船には入れずに洗面器ですね、風呂の中の桶だね、風呂桶の洗面器
洗面器に、まあ、数滴分だね、数滴分湯の素をちょっと入れて、でお湯入れて、でちょっと濃いめのね、濃いめの、まあ、湯の素っていうかね、濃いめの、まあ、入浴剤入りお湯、入浴剤入りのお湯ですねを、まあ、作ったんだけど、作ってそれで、まあ、頭にもちょっと、まあ、つけたり、顔にもつけたり、あと体にも流したりねしてみたんだわ。色がね若干黄色かったもんで、結構濃いめのものができちゃったと思うんだけど、それでもほんと数滴だよ、数滴 2,3 滴ぐらいだよ、うん、なんだけどその 2,3 滴が結構強いな、うん、濃いな、あの洗面器ぐらいのお湯だとねその量ではちょっと、うん、濃すぎたかなと思うんだけど、それをまあ顔とか、まあ頭とかね体にまあつけて、でまあ最後ねお湯で流して出てきたんだけど、それがまあ悪かったんじゃないかなと思ってます。その後なんかね体のなんていうの、油分が見事にもうなくなってて、バサバサだったんだよね、で寝れなかった、全然寝れなかったね。ただおい、まあ風呂に入ったのがね遅かったんでね、今日はそれで寝れなかったのかなって気もしたんだけど、とにかく寝つきが悪かったんで今日は、なんで理由は2つ、理由は2つ、1つはその湯の素だね、湯の素を体にかけたのが原因っていうね、で2つ目は風呂入る時間が遅かったっていうね。でもね風呂入る時間が遅かったって言っても、もうそんなに影響あるかなって思うんだよな。前8時ぐらいとかに入って11時ぐらい、まあ3時間前ぐらいだよねに入った時は爆睡できてて、今日は入っててから寝るまでがそんなに時間なんか経ってなかったんで、あれどうだろう、1時間ぐらいだっけかな、そこまで影響あると思わないんで、思えないっていうか、だから湯の素だね、湯の素の確率がまあ高いっていうか、十中八九湯の素が原因だろうと思ってるんだけど、まあ今日はとにかくね寝れなかったね、全然寝れなかったね、で調子悪かった、なんか調子悪かったね今日は、なんであの湯の素だね、湯の素はまあ濃さだね、濃さをちょっとまあ気にした方がいいっていうか、適量だね、適量、適度な濃さにしないとダメってことだね、濃すぎると逆にマイナスっていうのかな、濃すぎたらダメってことだね、毒になっちゃうっていうか、寝られなくなる調子悪くなる、まあ間違いないと思うけどな。一応今後もまあ湯の素をね使っていくし、まあ今日みたいに洗面器に入れるっていうことはもうしないけどね、もう二度としないけど、ただ浴槽の中にまあこのキャップだね、キャップ一杯分を入れてね、適正のもうお湯の濃さだね、お湯の濃さにして使うのはまあ今後ね、やっていこうと思うけど、それプラスあとはまあ早めに風呂入ったりとか遅めに風呂入ったりとかっていう日も基本設けてね、意図的に設けて、でその風呂の時間帯ですね、時間帯、寝るまでの間の時間ですね、ここがどのぐらいその睡眠に影響を及ぼすのかっていうのも自分で実験してね見ようかなと思ってます。まあ遅い方が寝にくいってのはあると思うけど、そこまで影響あるかなって気もするんでね。で明日はあの絶食の日なんで、21絶食法の3日目ですね、絶食の日なんで、まあ固形物はなしですね、蜂蜜ブルーベリーは取るけど、あのトーヤミックスグリーントーヤを3杯ですね、3杯プラス蜂蜜ヨーグルトですね、これはまあ適量ですね、適量、まあ量は気にしてないけど、まあ取りたいだけ取るみたいな感じでってやっていきます。で風呂は一応まあ入れたら入ろうかなと思ってるとこです、ちょっとどうするか分かんない、
シャワーだけにするかもしれないし、いけそうなら浴槽にねお湯ためて、で湯の素入れて、で使ってもいいかなと思ってるけど、あとジョギングが全然できてないんでね、翌朝だね、明日の朝はジョギングしたいなと思ってるところです。まあきちんと寝れて5時頃きちんと起きれたら走れるんだけど、今日みたいになんか全然寝られなくって調子も悪いとね、5時頃起きてもねあんま行く気しないんでね、そんだけかな、特にはないですね。幽体離脱はなんかもう全然できてないね、なんかやる気がしないっていうか、集中が続かないもんでやる気がしないっていう、まあそんな感じです。まあ運動不足が原因だと思うけどな、ジョギング行けてないのが原因だと思うけどな、まあ、きちんとジョギング行って、で食もねなるべく粗食少食ですね、でやったら集中は上がっていくと思うけど、そんな感じです。まあ今日はとにかく非常に老化した日だったってとこですねそしたら実験生活1230日目完了です。それではまた明日。